先生のいつも昆虫採集をしている場所に来たんですけれど、この季節やっぱりセミじゃないかと思います。おお、もう声も聞こえますね、美味しそうな声が。先生、これ陶器を取った方がいいですよ。先にあの切っちゃうと泣かなくなります。泣かない。バクスクッキング遠足編です。おはようございます。え、これなんすか。これあのセミ取りやすい新兵器です。マジっすか。今もう2匹取ったんですか。もう2匹取りますよね、はい、え、早すぎませんか。ここから入ってポコッと落ちて上から入るんですか。出ないんですか。ここに穴が開いてますけど、ね、あ、はいはいはい、飛べないんですよ、もこなっちゃうと。あ、そうなんだ、うん、なので何匹も一緒にバーンと。いや、びっくりしました。しましたね。ちょっといきなりだったんでカメラ間に合いませんでしたけど。あ、ここに2匹いるね。お、るのかな。3匹いるよ、ほら。あ、逃げちゃった。また来た。入った。取れた、やった、取れた。よし、早速取れましたが、ちょっと今日の趣旨をですね。はい、先生の、はい、いつも昆虫採集をしている場所に来たんですけれど、はい、今日は何を取るんでしょうか。この季節やっぱりセミじゃないかと思います。おー、もう声も聞こえますね、美味しそうな声が。そうですね、もう確かに食べてって鳴いてますよね。ねまあ、本当に今まで梅雨が長かったんで、はい、長かった。一気にこう出た感じですよね。ですから本当に鮮度がいいセミが多分今日たくさん取れると思うので、取りたてのセミを、まあ、頑張っていっぱい取りましょう。今日はスタジオとは違って自分たちで取ってきてで食べます。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみです。早速取れました。はい、いっぱい取れましたね。お腹空いてきますね、セミの音で。あ、いた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 、取れた。そこにもいます。ん、あ、ほんとだ。こっちはどっちだろう。あ、これ泣きま…あ、逃げちゃった。あ、結構いますね。さっき低い位置に止まってましたね。結構いましたね。というか、先生のグッズなんですか、これ。これセミ取りグッズ。セミ取りグッズ。はい。虫取り網とかじゃなくて。そうそう、こうやってね。はい、打ってくるでしょ。よっ。すごい。何これ。伸ばすこともできて、ほら、これセミ取りグッズとして売られてるんですか。いやー、これ手作りです。すごい。単にペットボトルをくり抜いただけなんですけど。でも逃げないんですね、ここは泣いてるのに。なかなか 上まで行けないですね。え、しかも入ったまま、はい、効率いいですね。ここは難しいな。え、あ、すごい。何これ。初めて見た。画期的。先生、これ陶器を取った方がいいですよ。これ沖縄の友人から教えてもらったの。へぇー、うん、と思った。はい、ここに夏こうなってるのがオスなんですよね。はい、でここに膜が入ってる。でこれをね、切っちゃうんですね。ここを震わして振動して共鳴させて鳴くので、はい、これを完璧に切っちゃうと鳴かなくなります。鳴かない。え、うん、ちょっとかわいそうなんですけど。でもこうやるといっぱい取った場合ね、はい、移動する場合はいいですよね。確かに取って電車乗るってなると耳鳴いたまま電車乗るのちょっと迷惑ですよね。迷惑ですもんね。なるほど、豆知識。はぁ、すごい。試してみてください。やってみます。お吸いないかな。とにかく
はい、あ、鳴いてます。こっちだ。すごい鳴くな。この、はい、ここ？はい、破けた。もうちょっと破れた。ここですか？はい、穴が開くくらいに。あ、鳴いた。あ、鳴いた。まだ鳴いてるんだね。本当だ。こっち側？鳴かなくなった。そうですね。完璧に、膜を切るか。ちょっとまだ鳴いてません。厳しいな、先生。あ、ここのつながり、ここを取っちゃうと、これで大丈夫。あ、本当だ。すごい。美味しく食べるから。どうして美味しく食べるから。なんか飛んできた。あー、ちょっとさくらちゃん、はい、助けて。あ、あ、ちょっと無理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 、僕無理。あ、無理だって。あー、先生が早かった。あー、早かった。行きました。ありがとうございます。あー、怖かった。内山先生に捕まるとは知らずに。そんなとこに泊まったから内山先生に食べられちゃった。あ、いた。結構同化してるんですね、うまく。自然だな。泣いてる泣いてる泣いてる。アブラセミって本当に色が色なので、見にくいですね。見にくいですね。うまく本当に自然にいっぱい取れますね。泣いてる。オスか。オスだ。オスね。はい、よし、鳴かなくなった。膜を破るという感覚が分かってきました。って言ってる。この間どこ行ったんですか？この間、近所で、近所の、はい、近所でセミを取って、はい、それいっぱい取れたので、それをセミペーストにして今冷蔵してあります。何匹取ったんですか？100匹ぐらい取りましたかね。ですか。結構取りました。幼虫も取って。それどうやって持って帰ったんですか？それはもうクーラーボックスに、ボックに入れて。でクーラーボックス入れるんだ。はい、クーラーボックにいっぱい入れて、なんか泣かないようにして持ち帰りました。うるさくなかったですか？はい、静かにしてましたよ、ちゃんと。ママ泣かないでねって言って。マジっすか。うん、あ、そうですね。はいはい、神吉です。これなんかもう香りがいいので、匂いを楽しむには。カメムシだ。すでに匂ってますね。マスクの外から。あ、うちにいっぱいいます、これ。この匂い。うん、この匂い止めて元気になりますね。元気になります。はい、マジですか。はい、しかも新鮮、取り立て、香りが十分。それはどうやって食べるんですか？これ？はい、これは香りだから、まあ普通はサラダかなんかに刻んで、パクチー的な感じで。そうそうそう。音がしないな。あ、いた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 、ここに。イエーイ。セミ取りが得意っていいですね。プロフィールに書こうかな、私。最初のプロフィールに。オス。オスだ。なんかいっぱい。ほとんどアブラゼミですね。アブラゼミ多いんですね。カメムシですか？うん、よく見つけますね。すごい。お、いた。あー、逃げちゃった。逃げた。
すごい、それ確実に逃げないですね。でこれあの透明でこうバタバタしてるじゃないですか、はい、だから入ったのがすごくわかるし、すごい取ったって実感がこう、あそれいいな、あの喜びがひとしおですね。羨ましい。あ、いた。油ですね、うん、よし、あれ届かないんじゃないですか。うえー、すごい。返した。なんだそれ、スペシャルグッズ。先生がヒーローですね、本当。セミ界のヒーロー。なかなかいいですね、これ。あのしかもタダですから。私も作りたい。幼虫。夕方とかなら中に入ってるやつね。あ、それはちょっと昼間は難しいですね。そうですね、5時ぐらいからですね、出始めるので5時からだんだん日が暮れて、8時ぐらいかな、その辺が一番の出る時間帯です。まあ7時から8時ぐらいに頑張ってあの木を巡るといったやつ。はい、取れました。こんな感じで。お腹の中にね、卵が入れていいですね。メスだから、そういう可能性がある。さっきの水道ってどこ？いないですね。います？セミ。結構取ったんですよ。あ、今向こうに逃げましたよ。あら、一匹逃げちゃった。あ、いた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 、ここにいました。いやー、届かない。そう、どうですか。どこ、下にかかってるんで、ちょっと難しいな。内山坊だったらいけるんじゃないですか。どうかな、これ、あの位置厳しいですね。頑張ってください、先生。おお、すごい。さすが。入った、入った。先生、さすが。かっこいい。かっこいいですよ、先生。ありがとうございます。やっぱ、セミ取ってると一段とかっこいいですね、先生が。たくさん取れました。美味しそうなセミです。大量ですね。大量、美味しそう。お腹空いちゃいますね。お腹空きますね、音を聞くと。チャンネル登録待ってます。